さんあの、サポート大事ですね。サポートで金稼げるっていうね。サポートで金稼げるにしましょうか。まあ困ってるのをサポートすればいいんですよ。だから分かりやすいのだと、なんか何でも屋さんみたいなのありますけども、なんかおばあちゃんが電球あそこをつけられないんだよってって、何でも屋さんが来て、あいいでよ、代わりにつけました。5000円ですみたいな。 まあそういう商売があるわけなんですけどだその困ってることをサポートするっていうことこれだけもう原理なんかすげえ単純ですよね誰でも雑草抜けるじゃないですか誰でも雑草って抜けるんだけど抜けない人もいるんですよ年取って7080の人は雑草抜くのきついっすよねじゃあ僕が代わりにいいっていうだできないことを代わりにやってあげるサポートするとか教えてあげるとか何かまあそういうことをやっていけば おだから何が何ですかねまああの何が売れるかではなく何に困ってるのかなっていうのがほぼ全てなんじゃないかなでも多くの人はどうやって売るとかね何が売れるのかとかどうしたらこうセールスするのかとかねまあそれも大事っちゃ大事なんですけど本質はその困ってること何あるのっていううんニーズはどこにあるの 需要は何があるの何に困ってるのっていうそこがやっぱセンターピンというか一番中心で考えてやってった方がまああのずっとビジネスはできると思います金稼ぎは。なんでずっと金稼ぎができるかっていうとあの人間が悩まなくなるってことは多分ないんですよ。どんなことでもいろんなことに悩みがあるわけですよ。 それ年齢によっても変わるしね。例えば僕40歳になりましたけど、昔まで健康のこと一切気を使ってなかったけど、健康に関するちょっと興味出てきましたし。なんかその時代によって変わるんですよ。年齢によっても変わるし。だ例えば、まだ僕は、まあ久保さんはもう考えてるかわかんないですけど、お墓どうしようかなとかね。だから70,80になったらお墓のこと多分考えると思うんですよ。でもお墓どうやろうみたいな。葬式どうしようみたいな。で、20代でその悩みはないですよね。葬式どうしようっていう。 なこれ変わるんで、絶対なんかあるんですよ。絶対なんかある。うん、それが人間なんで。うん。だからそこにまあビジネスチャンスというか、そこをサポートできれば、まあお金をいただくことはできますよね。うん。まああと AI も入ってきてるので、AI が全部やってくれるっていうところも今後は出てくると思うんですけど、じゃあ AI ができないところを人間がやるしかないですよね。でも逆に言うと、 AI が全部人間もできること、人間ができないこと全部 AI がやっちゃうんだったら人間居場所ないかもしれないですね。<laughs> でも居場所はあるんですよ。やっぱ温かみみたいなね。人間と人間の温かみを求めてるっていう部分はありますから。会話ですよね。でもこれも時代がどんどん進んでいって、まあ僕が生きてる間に実現するかどうかわかんないですけど、多分これが僕シンギラリティだと思うんですよ。本当のシンギラリティって何かっていうと、 AI が、AI が人間以上の温かみを持ってるってことですね。これがもう本当のシンギュラリティだと思いますよ。人間が忘れてしまったものが、人間が失ったもの、人間が忘れてしまったもの、そのえ、それが AI が持っている。本来の人間以上の温かみ。なんですかね、感情というかね、考え方というか。まあそれが本当のシンギュラリティだと思いますけどね。いいほ、いいほ、いい、 いいシンギュラリティですね。だけど、悪いシンギュラリティもあるでしょうね。あ、もう人間ダメだな、みたいな。もう人間に何、何言ってもダメだなと。人間切ろうぜ、みたいなね。もうターミネーターの世界ですけど。いってらっしゃい。